なんか今日のアルファ様強いよです。魔道具良いものね。これが魔道具の進化、実力者をさらに強くする。思ったよりいいデータ取れた。実験成功。あのアルファ様、イータってこういうところのある子なのよ。目的のためには他人の命にだって遠慮はない。そもそもそういうことを思いやる感覚がないのかもしれない。でもそういう純粋さこそがあの子をイータをイータたらしめている。一緒に今回の作業をしたあなたにもそれはなんとなく感じられているのではなくて。確かにそうですね。あまりに純粋で、純粋すぎて支えたいと思える。イプシロンなんかはいつもあの子の世話を焼いているのよ。アルファ様、それは他の七影の方々に対するアルファ様も同じです。そうかしら。そうだといいわね。イータの実験もうこりごりなのです。拠点に防衛施設と訓練施設作った。ガンマとデルタに実験協力してもらった。へえ、お疲れ様。協力とイータは言ってるけど、それ絶対巻き込まれたやつだよね。ただデルタはホイホイ騙されたとして、ガンマがイータの実験に付き合ったのはちょっと意外だ。いつも実験に付き合わされてるベータがいなかった分、何か事情があったりしたのかな。まだ改造の余地いっぱいある。何か面白いアイデア、勝ち抜けシステム以外にある？アイデアね。勝ち抜けシステムもなんとなく思いついたというか、バトル漫画でよくあるテンプレを話しただけのような。実際には誰かに任せて自分たちは先に進んだりとか、何かの拍子で数箇所先にワープしちゃったりとか、攻略順番が守られないこと往々にしてあったりするんだけど。そうだな、謎かけというのはどう？謎かけ？そう、謎かけ、要はクイズ。力だけじゃなくて頭も使わないと通路が開かなくて先に進めない感じの。あ、それとっても面白そう。でもデルタとか通れなくなる。それはまあ最初から答えを教えていれば大丈夫なんじゃないかな。デルタが答えを忘れないという保証は全くないけど。じゃあ例えばどんな謎かけ？ミドガルマグロ、実験材料、この2社に通じる言葉は何か、何時の心に問うがいい。その答えこそが何時の迷う道を照らし出すであろう。マグロ？マグロのムニエル、今日のお昼に出てきたんだよね。そういえば最後にお刺身を食べたのっていつだっけ。こういう世界じゃ魚の生食は非常識扱いされちゃうからね。目立ちすぎない他の和風な食べ方となると。すぐに答えは出てこないけど、やっぱりマスター
の話、いつ聞いても面白い。さあ行きましょう。足が止まっているようだけど、まさか怯えているわけじゃないわよね。さあ行きましょう。足が止まっているようだけど、まさか怯えているわけじゃないわよね。戦闘の準備は整っているわね。下準備は大切よ。